皆さんこんにちは、インターナショナルスクールチャンネルのキムです。今回はですね、バイリンガルのメリットについて紹介していきたいと思います。バイリンガルは外国の人との交流を深めれるなどのイメージが強いですが、他にも様々なメリットがあります。人によってはメリットデメリットの感じ方が違うと思うので、あくまで一例として取り上げていければと思います。まずはじめに、バイリンガルには明確な定義がないので、ここでは日本語を母語、英語を第二言語として2つの言語を日常生活や仕事に活かせる方をバイリンガルと呼んでいきたいと思います。それではメリットを見ていきます。1つ目、日本に縛られなくなる。高い英語力を持つバイリンガルであれば、何かを選ぶときに日本という枠を取り除いて幅広い選択肢を持つことができます。例えばですね、子どもの夏休みの計画、旅行、進学、ボランティア、就職、引っ越しといったような大きな選択から、買い物、調べ物、テレビ、本などの小さな選択肢まで、日本と海外どちらも視野に入れて選択できるようになります。2つ目です。海外の大学への進学に有利。今や海外の大学に入学し卒業することも珍しいことではなくなりました。多くの人は海外の大学を英語習得のために選んでいますが、実はもっと重要なメリットがあります。レベルの高い海外の大学は教育が日本より優れているということです。ザ・タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの大学の2020年のランキングでは、東京大学が35位、京都大学が61位の2校が唯一100位以内で、その他の有名国公立や総計上智レベルではわずか25校が1000位以内という結果でした。つまり海外の大学を視野に入れるということは、選択肢が東大京大レベルであれば2校から約100校へ、有名大学レベルであれば25校から約1000校へ選択肢が増えるということになります。さらに高い英語力を持つバイリンガルであれば、そのような海外の有名大学に合格できる可能性は十分にあります。日本語も英語も仕事レベルで使える人がまだまだ少ない日本では、バイリンガルというだけでも貴重な人材ですが、海外の大学を卒業している場合はさらに有利になります。それぞれの国の文化を理解している点や、企業にとって大学の知名度が高い点などからも、アメリカの大学出身者はアメリカ企業に、ヨーロッパの大学出身者はヨーロッパ企業に就職しやすいと言えます。メリット3つ目は、グローバル企業への就職に有利というところです。グローバル企業とは、多くの国に支社を持ち世界的にビジネスを展開する企業のことを言います。このような企業では、高い英語力を持つことの他に、多様性を受け入れるマインドがあることや、現地の文化でビジネスが受け入れられるよう橋渡しができる人材というのが求められます。その点において、日本で育ったバイリンガルには大きな価値があると言われています。日本語の厳しさや文化の独特さが相まって、海外の企業が日本市場に進出するには日米バイリンガルが非常に重要です。近年日本に進出する外資系企業は結構増えているんですが、バイリンガルの需要はさらに今後高まっていくと見られています。ちなみにですが、外資系企業は同じ業界の日系企業よりも給与が高い場合が多いと言われています。 OECD 経済協力開発機構の調査では、日本の平均所得は先進国の中では最下位、トップのアメリカの2分の1ほどまで差が開きつつあります。さらに全体の所得平均を下回っており、日本はすでに世界的に見ても所得が低い国という位置づけになっています。それゆえに、競争の激しいグローバル企業や外資系企業では、高い英語力は必須スキルの一つに過ぎず、その他にも多くのスキルや知識が求められています。しかし英語だけでなく、さまざまな経験やスキルを身につけてきたバイリンガルであれば、これさらに有利と言えます。メリット4つ目、 IT や医療など英語力が求められる分野で有利。IT や研究の分野など、常に新しい情報を追っていかなければいけない業界では、バイリンガルのように高い英語力はとても有利です。このような仕事では、ただ英語が理解できるだけでなく、早く正確に理解できるバイリンガルが有利と言えます。さらに、仕事だけではなくてバイリンガルであるっていうことは、学生の時にも役に立ちます。IT や医療、さらにはビジネスなど、欧米の大学の方がレベルが高く充実しているということは少なくありません。これから留学して英語を習得しようとしている段階では難しいですが、
すでに高い英語力を持っているバイリンガルであれば、そのような大学に入学も可能です。特に IT 業界でおいては、日本では独学だけでもプログラマーになれますが、アメリカでは大学4年間プラス大学院で専門知識を身につけないとプログラマーとして就職できないと言われるほど要求されるスキルに違いがあります。そのようなレベルの高い大学で専門知識を身につけることができれば、その後日本でも世界でも活躍が期待できます。メリット5、 IT スキルアップに有利というところです。ネット社会である今、お金や場所がなくても自宅にいたまま多くのことを学べる時代になっています。学校教育はもちろんのこと、専門的なスキルまでオンラインでスキルアップが可能です。質の高いオンライン教材やコースも多く、学位や資格を習得することもでき、就職や転職、キャリアアップにもつながります。今や英語のネイティブスピーカーを含む多くの英語スピーカーはオンラインを活用してスキルや知識を身につけています。特に Google や Microsoft などの IT 企業は各ポジションに必要な技能を習得できるコースを提供しており、そのコースの修了が採用や人事の評価につながるという場合もあります。日本企業でも自ら学んだスキルや知識を仕事に活かせる人は大きく評価されるということです。海外企業では日本企業に比べ個人の裁量がとても大きく、自分がすでに持っているスキルや知識を活かしやすい環境といえます。その点、日本語と英語の両方からより優れた情報を手に入れやすいバイリンガルはとっても有利になります。メリット6つ目です。海外の人と深く理解し合えるという点です。現在の世界の人口は約70億人で、そのうちの 17.5 億人は英語を話すことができると言われています。日本人の人口が 1.2 億人なのに対し、 17.5 億という数字はとても多く、英語を話せるだけでより多くの人とコミュニケーションが取れるというのがよくわかります。これは仕事だけにとどまらず、お互いの生活、育った環境、家族、友人、キャリアについてなど、あらゆることに話が及んでいきます。複雑な自分の考えや思いを伝えたり、相手のことを深く理解するためにはバイリンガルのような高い英語力が必要です。バイリンガルであることは海外の人との人間関係や仕事においてとても役立つと言えます。メリット7つ目、多様性を身につけられる。日本や海外で幅広い経験を重ねていくことで、様々な国の人々とうまく人間関係が築けるようになります。これは多様性が進む時代で特にメリットが大きいと言えます。様々な人々と触れ合う中で、今まで知らない誰かだった人たちが友達になり、クラスメートになり、同僚になり、少しずつ国際社会で生きるということを学んでいくことができます。長い時間をかけて自分の偏見や思い込みをアップデートしていき、それに伴い人間関係も広がっていきます。これからの社会は多様性を身につけることがますます重要になってくるというふうに広く言われています。はい、いかがだったでしょうか。バイリンガルのメリットについて見てきました。人それぞれメリットデメリットを感じると思いますが、バイリンガルというものは将来的に見るとメリットの方が大きく感じます。このチャンネルでは日本のインターナショナルスクールの疑問や気になる点について詳しく解説しています。インターナショナルスクールについて少しでも興味を持った方は、他の動画もぜひ見てみてください。コメント欄でも質問募集しているので、よければコメントお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。